2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち麦わらの一味。魚人島を経由し、ついに新世界の海へと漕ぎ出す。航海中、緊急信号を受信した一味は発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した。同じ頃、新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸。ルフィたちを追う中で謎の研究所にたどり着く。先んじて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは、金右衛門と名乗る和の国の侍だった。拙者、この島に息子を助けに来た。桃之助という子を知らぬか。桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたち。その途中、桜花七部会となっていたトラバルガーローと再会する。麦わら屋、うちと同盟を結べ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。ルフィはこの提案を快諾。一味とローの間で打倒四皇を掲げた海賊同盟が結ばれた。ローは手始めにパンクハザードを支配する科学者シーザーの誘拐を提案。スモーカー、タシギとの共闘を経てこれに成功する。金右衛門の息子桃之助も無事救い出した一行は、ローの提案により次の目的地ドレスローザへと向かった。ドフラミンゴはシーザーと組んで人造悪魔の実スマイルを作り、四皇カイドウとの取引材料としていた。ローの狙いはドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すため、スマイルの製造工場を破壊することだった。シーザーの身柄と引き換えに桜花七部会からの脱退を要求するロー。翌朝、ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ、本人から連絡が入る。俺だ、七部会をやめたぞ。今から8時間後、北の孤島グリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出せ。勝手に拾え。一味とローはそれぞれの目的を達成すべくドレスローザに上陸するが、ドフラミンゴの返答すべては真っ赤な嘘だったと判明。ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。その島から早く逃げろ。急げ。すでにビーチはドフラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた。新たな海軍大将フジトラはローに麦わらの一味との関係を問う。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら黒。彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わら屋と俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。これを聞いた藤虎はローの七部会の称号剥奪を宣言し、攻撃を開始。なんとかサニー号に退却したローだが、今度はドフラミンゴの追撃が迫る。ローはサンジたちに次の目的地ゾウへ向かうよう指示。自分がおとりとなってドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる。一方、ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの町に潜入していた。冷静になれ。誤った真似をするな。やだよ、私は今日の大会のチャンスにかける。お前に優勝できるような大会ではない。お前はまだ子供だ。私の言うことを聞け。
私のおもちゃじゃない。待て、やけになるな。すげー、おもちゃが喋った。うっ、ややこれはご客人、お荷物でもお持ちしましょうか。面白い兵隊。いやいやいや、面白いですかな。いかがかな、いかがかな。おいおっさん、そんなことより工場についてなんか知らねえか。工場？いえ、全く存じ上げません。そうか、なかなか聞き出せねえな。こっちから早いとこ工場ぶっ壊さないといけねえのに。ちょっと待て、ここでそんな過激発言はタブーだ。ドン・キホーテファミリーの耳に入ろうものなら。おいお前ら、今何と言った。ああ、それ見たことか。怪しい奴らめ、引っ捕らえる。厄介なことになった。工場の話は後だ。今は目の前の敵を倒そう。いつの間にか周囲を包囲されておる。全員倒さねば先へ進めんだろうな。おい兵隊、さっき話してたやつ知り合いか。娘のようなものだ。親のいない彼女の面倒を私が見ていた。おもちゃが人間の世話を。やっぱここ変な国だな。いくら倒してもキリがねえ。あ、お前ら仲間呼ぶのやめろ。次から次へと敵さんが来やがる。いいぜ、この俺が相手してやるよ。
倒したようでござるな。さあ先を急ぐぞ。なあなあ、そろそろ工場について教えてくれよ。どこにあるんだ？確かに工場は存在する。だが私もまだ正確な位置を把握していない。ドン・キホーテファミリーから聞き出すのが一番手っ取り早いだろうな。ついでだ、あの敵陣でも落とすか。ファミリーも大したことねえな。ジアムにいる。今日は大会があるからな。なあ兵隊、コロシアムって何するとこなんだ？剣闘士たちによる殺し合いだ。この国ではこんな残酷な勝負、日常茶飯事。殺し合いが日常だけ、ドレスロー、まこと恐ろしい国でござるな。ひでえ国だな、ドレスローザ。これも全部ミンゴと工場のせいか。昔は本当に幸せないい国だった。ヨクラミンゴに乗っ取られるまで。だがそんな悲劇も今日で終わりだ。必ずこの手でドレスローザを取り戻す。工場の場所教えてもらおう。
俺が知ってるのはコロシアムの近くにあるってことだけだ。そうだ今回の大会の景品、なんとあのメラメラの実らしいぜ。エースのメラメラの実が本当か、本物なのか。それどちらにせよコロシアムに向かおう。そこで真実が判明するだろう。情報が集まったな。諸君、コロシアムの地下へと向かうぞ。ブライト、情報を嗅ぎ回る不定の輩め。ドフィーにあだなす者は何ピソたりとも許さねえ。誰かに持ってかれるのは嫌だ。おめえにとっては形見ってことか。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。うん。コリーダコロシアム、一般からの出場受付打ち切りますよ。おお、出る出る、俺が出るぞ。待て待て、その格好で行くつもりか。今朝新聞に顔が載ったばかりだ。変装ぐらいしろ。そっか、わかった。出場登録ですね。お名前は？俺はルーシーだ。